こんにちは、ニニ K です。こんにちは、カシワリセンデル外国人サポです。今天我们将在主场迎战盘田喜悦 Jubilo Iwata。 今日は J1 の30節カシワレースの対 Jubilo Iwata の試合です。 J1 残留をかけて大事な一戦ですね。カシワレソルは最近調子が良くないですね。攻撃は頑張ってるんですけど守備が硬いです。最近の5試合では1試合しか勝てなかった。得点はまとめて6点、試合ごとに平均 1.8 失点です。守備も攻撃も不安定と思います。相手ジュビロさんはアウェー戦ではさらに厳しい状態ですね。アウェーは平均失点は2点3点ぐらいです。最近の試合では少し持ち直しきた感じです。ドローや勝ちもありますが、柏はホームですから勝つ可能性が高いと思います。今ジュビロのチャンスもありますね。守備がどちらとも不安定なので今日の点がたくさん決める試合になるかもしれませんね。そうですね。そしたら私の、スコア予想は、3-2カシワレソルで、私は3-1レソル。じゃあ今日頑張ります。頑張りましょう。Thank you.
今日の試合は終了しました。今日はホーム戦で負けてしまいました。試合前は私は自信があって勝てると思っていたので、まさか前半だけで2点も取られるんですね。これからの試合は、どうなるかよくわかりませんね。大変ですね。来週は鹿島とのアウェー戦です。厳しいですね。次も応援します。